皆さん、こんにちは。楽天証券広報担当の松崎です。本日は当社投資運用室で運用している楽ラ,ラップの運用報告についてご説明いたします。時間は10分程度を予定しております。どうぞよろしくお願いいたします。今回は以下の5つの順序でご説明させていただきます。まずは楽ラ,ラップの主な特徴です。 前回から幅広いお客様にこの報告会動画を視聴していただけるようになっておりますので、最初に簡単にラクラップの主な特徴をご紹介させていただきます。ラクラップの主な特徴は、おまかせ資産運用とロバードバイザー、そして投資助言が挙げられます。長期投資や積立投資を念頭に置いた商品です。詳細については、 当社のホームページにラクラップの専用ページがありますので、そちらでご確認いただきますようお願いいたします。当社の講座をお持ちでない方でも、当社ホームページの上部にあるロボワードボタンをクリックしていただければ、ラクラップの専用ページに入れます。それでは、ラクラップの運用報告に移らせていただきます。まずは、今四半期の運用状況です。 こちらは、ラクラップの9コース別の足元3ヶ月のパフォーマンスのグラフです。企業業績が堅調である一方、コロナウイルスの新型変異株の影響懸念から、主要先進国の株式市場やリート市場は揉み合いとなりました。ラクラップの各コースの実績も3ヶ月合計でおおむね揉み合いという結果になりました。各コース4本の棒グラフのうち、一番右のグラフが3ヶ月の合計です。 最もリスクが低いコースの100番が3ヶ月合計でマイナス0.8%、最もリスクが高いコースの500番と900番が3ヶ月合計でプラス0.2%のリターンとなりました。次に各資産の動向をご紹介します。こちらのグラフは足元3ヶ月の各資産の動向です。企業業績が堅調である一方、 コロナウイルスの新型変異株の影響懸念から、主要先進国の株式市場やリート市場はもみ合いとなり、各資産のインデックスファンドの3ヶ月実績はまちまちな結果となりました。次に、運用コース別の足元の資産配分の状況をご紹介します。9月から11月までの期間では、定期リバランスを10月に実施しました。リバランスの結果、 各コースの資産配分はご覧の円グラフのようになっています。グラフでは水色の部分が株式資産、オレンジ色の部分が債券資産を表しています。なお、下落ショック軽減機能付きコースの600番から900番は、基中は景気指標が堅調で、DRC の発動はありませんでした。このため、軽減機能なしのコースと目標ポートフォリオの構成は同じで、 同水準のリターンとなっています。次にサービス開始来の運用実績をご説明させていただきます。こちらは各運用コース別の運用開始来のパフォーマンスです。各コース2016年7月4日に1万円でスタートし、現在までそのまま保有した場合のパフォーマンスとなっています。最もリスクが低いコースの100番は運用開始から保有した場合、 現在12,098円。最もリスクが高いコースの500番は17,267円となっています。こちらは各運用コース別のポートフォリオのリスクリターンの目標と実績の比較表です。グラフ上の青い点が実績、赤い点が目標を表しています。また、グラフの横軸がリスク、縦軸がリターンとなります。 各コースともに目標の赤い点よりも実績の青い点の方が左上に位置していることから、いずれのコースも目標よりも低いリスクで高いリターンを上げられたことがわかります。次に今後の投資方針をご説明させていただきます。今後も長期分散投資の運用方針に変更はありません。ラクラップは10から20年以上の時間をかけ、 年金スタイルで資産形成を図る運用サービスであり、長期投資を徹底継続します。具体的には、各運用コースの想定リスクに基づき、各資産を最適な比率で組み合わせ、長期投資を行います。原則、投資タイミングを図った投資は行いません。長期的な金融市場の拡大をじっくり捉えながら、資産の成長を目指します。ラクラップの運用では、 短期的な市場の動きに一喜一憂はしません。ラクラップは世界有数の投資助言会社であるマーサー社グループの助言を受けて、年金型、国際分散投資型で長期投資や積立投資に適するように運用を行っている商品です。最後に、ラクラップを積立投資に活用した例をご紹介させていただきます。こちらはすぐに使う以外のお金を銀行預金に置いておくのではなく、 時間分散を図りながら、ラクラップの600番、やや保守型 DRC ありのコースと、先進国株式の為替ヘッジなしのファンドに毎月積み立て投資を行った場合の例をお示ししています。まず、すぐ使う予定はないものの、場合によっては現金化する可能性があるお金を、ラクラップの低リスクコースの600番、やや保守型 DRC ありのコースに積み立て投資します。次に、 すぐ使う可能性がほとんどないお金を価格変動が大きい先進国家株式の為替ヘッジなしのファンドに毎月3万円積み立て投資します。すぐ使うお金はこれまで通り銀行預金に置いておきます。結果は2017年6月から2021年11月末までの4年5ヶ月でラクラップは投資額204万円に対し時価評価額226万円。 利益率プラス10.9%。先進国株式ファンドは投資額156万円に対し、時価評価額238万円、利益率プラス52.9%となりました。いずれも銀行預金に置いておくよりもリスクに応じてリターンが得られた結果となっています。市場は上下動を繰り返しますが、 この例のように、時間分散を図りながら、積み立て投資を行うことで、市場の上下に一気一遊せず、徐々に利益を積み上げていける可能性が高まります。できるだけ早く投資を開始し、できるだけ長く投資することが、資産形成で成功する可能性の高い投資の方法の一つです。 今後も継続的にこちらの運用状況をご報告させていただきますので、皆様と一緒に資産形成を行っていければと思います。本日はラクラップの運用報告会をご視聴いただきありがとうございました。次回も3ヶ月後をめどにご報告をさせていただく予定です。ラクラップにつきましては評価額の上昇が続いておりますが、今後下落局面も必ず発生します。 ただし、運用目標の達成を目指すには、それを乗り越えて運用を継続することが重要です。今後ともどうか、ラクラップをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。本日はご視聴いただきありがとうございました。